睡眠改善していくってなった時に量と質が大事になる。思春期に関して言うと一番大事な項目になると思春期が開始する時になります。身長美容医師学科が生成経験が専門医身長先生ことなべです。今日もですよ、全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長とかしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのは身長先生のね大人気シリーズということで、身長先生の聞けの49番目ってことですよ。50回目であと1回ってことですね。かなりね盛り上がってきました。身長に関する疑問ですね、コメント欄の方にいただいたものからピックアップして答えていきたいと思います。今回前回と一緒ですね、 TikTok の方からねコメントの方を募っておりますので、そちらのね内容からピックアップして答えていきたいと思います。準備よろしいでしょうか。皆さんもねぜひコメント欄がありましたらこちらの方に記載してください。次回からはですね今まで通り YouTube の方からねピックアップしていきたいなというふうに考えております。それではまずですね最初の一つ目の質問ということで、アヒルさんということで、昼寝で身長伸びますかという質問ですね。いい質問ですね。睡眠がね大事なポイントとしてはですね、人生のですね3分の1を占めるのが睡眠というふうにですね言われてますので、睡眠をね語るとして人生を語れないということで、睡眠にね注力しましょうというところが第一点になってきます。睡眠を改善していくってなった時にどういった観点から改善していくかっていうと、量と質が大事になる。料理でも何でもですね、ある程度ボリュームを食べたいし、だけど美味しいものを食べたいしっていうことで量と質が大事になってきます。睡眠に関しては量が時間に該当するわけですね。睡眠の質っていうところが快適な睡眠、もうちょっと医学的な表現をすれば成長ホルモンがたくさん出るような寝方っていう表現になってくると思います。じゃあその中で昼寝がどういったような役目を持っているのか、いいのか悪いのか、そういったところを説明させてください。まずね必要な睡眠時間について皆さんと共有していきたいと思います。必要な睡眠時間に関して言うと、ナショナルスリープファンデーション国際睡眠財団のデータを利用していきます。0から3ヶ月が14から17時間、4から11ヶ月が12から15時間、1から2歳が11から14時間、3から5歳が10から13時間、6から13歳が9から11時間、14から17歳が8から10時間、18から25歳が7から9時間ということですね。こういったデータがあるわけになります。結論から言うと年齢によります。例えばなんですけども、18から25歳、成人に関して言うと7から9時間、当然ですけどこれは昼寝を想定しない時の時間になりますので、昼寝をね基本的にはそんなに推奨しませんというのが身長という観点からするとそうかなと思います。もちろんね昼寝を少しすることによって仕事のパフォーマンスが大きく上がるとか、そういった方の場合ですね少し仮眠を取られる方もいらっしゃるようですけど、一般的にはねそこまで推奨される内容ではないですし、7時間とか9時間というのはまとめて取ることができるので、その、ね、昼寝も必要ないでしょうって説明が正しいと思います。そのようにして年齢を下げて考えていくわけになります。一方でなんですけども、0から3ヶ月ってことで14から17時間の睡眠が必要ですというふうに記載があります。これどうですか、昼寝なくちゃいけないですよね。逆に言うと14から17時間睡眠を取るということは昼も寝る必要があるよということを意味してますので、だんだん狭めていくと分かっていくような形になります。例えばなんですけど、1から2歳、11から14時間ってことですけども、昼も寝る必要がおそらくあるでしょうと。3から5歳、10から13時間ですね。ここら辺も昼寝を取っていかないとちょっと難しいのかなと思います。それとして6から13歳ってことで小学生に上がってきたらってところですけど、そこぐらいから昼寝を取るのか取らないのかが議論の対象。14から17歳、ここら辺も正直言うと昼寝を取る必要ないかなというところなので、5歳未満に関して言うと昼寝をね十分取りましょうと。14歳以上に関して昼寝を取る必要がないでしょうと。6から13歳、ここに関して言うとケースバイケース、ただし13歳、ここら辺もいらないかなと思います。厳密に言うと6から7歳ぐらい、小学校低学年ぐらいであれば多少はですね昼寝を取ってもいいのかな、そんなような意味合いだと思います。当然ですけど昼寝をすることによって夜眠れなくなってしまうような方、そういった方は絶対不適切ですので、トータルの睡眠時間だったりとか夜の睡眠への影響ね、そういったところも加味していただきながら、ね、昼寝について考えていただくといいんじゃないでしょうか。2番目の質問ですよね、スタンプが名前ってこと、読めない葉っぱさんでしょうかな。身長先生に質問です。夜寝る前に背が伸びやすい体勢というのはありますか。もしあってこのコメントを見かけたら回答の方でよろしくお願いします。なかなか難しい質問ですね。一応ね夜寝ている姿勢についての説明させてください。夜寝ているってことに関して言うと、基本的に、ね、私の方だと仰向けで寝るのがいいよというふうに説明しています。理由としてはですね、枕っていうのはですね世界中で使われてるわけですね。どうして使われてるかというと、寝つきがいい、睡眠快適だから枕が世界中売れてるわけですね。そしてその枕のほとんどが仰向けを前提にして作られている。睡眠の歴史から考えても明らかに仰向けが睡眠の質が高い、そういった表現になりますので、寝ている時の姿勢に関しては仰向けで枕を使ってくださいねというのは私が正しい答えだというふうに信じています。それに対して夜寝る前にってことだけど、そこは難しいね。少なくとも寝る前にすべきことっていうふうになってくると、90分前にお風呂に入りましょうだったりだとか、軽いストレッチだったりだとかね、そういったことがいいのかなって説明になりますので、体勢というよりはね、寝る前の簡単なストレッチですね。背骨を簡単に伸ばすね、こういったストレッチだったりだとか、朝身長をね、高くできるようなことをね、意識していただくといいんじゃないでしょうか。それで、ね、3番目の質問いきたいと思います。TATH7773 ってことで、母が151、父が169で、自分が中2の163です。最近全然伸びてません。しかも入学から今まで5センチしか伸びていません。目標は170センチ超えなんですが、中3や高校で一気にグッと伸びることありますかとかですね。今回も身長先生の成長シート、最終身長で簡単に予測できる成長シートですね。こちら身長先生の公式 LINE の方から無料で配布しておりますので、ご自身でダウンロードされてください。今回なんですけど、中2っていうところがすごく重要なポイントになります。無料最終身長予測をお願いするときに必ず何歳何ヶ月まで記載してくださいねというふうにお伝えさせていただいているんですけど、今回
中2というふうな情報しかありません。仮になんですけど、中2でですね、4月に測定したと仮定しましょう。この方が仮に4月生まれだとすると、13歳0ヶ月。仮にですけど、3月生まれだとすると、12歳に近いという表現になりますので、成長シートで言うと、4月生まれの場合だと青色。10月生まれの場合だと緑色。3月生まれの場合だと黄色というような形にさせていただいています。まずここがポイントで、このまま平均的に身長伸びていったら、4月生まれの場合だと 171.9。10月生まれの場合だと 175.4cm。3月生まれの場合だと 178.0 から 178.8 ってことですね。これだけ差が出るんですね。皆さんお分かりいただけますでしょうか。月齢まで記載しないと全く予測ができない。そこが皆さんに今回ご理解いただきたいポイントの一つになっていきます。その中で、この方に関して言うと、入学してから今までで5センチしか伸びてませんってことだけど、その5センチもですね、どの期間を指すかってところもね、非常に難しい。今回に関しては少しざっくりとした指標なんだけど、2年間仮に成長したとすると、左側の部分が2年後ですね。ということで、4月生まれだった場合だと15歳0ヶ月、緑色だと14歳6ヶ月、黄色だと14歳0ヶ月ということで、それぞれですけども、167.3 から167.9、169.1 から169.8、171っていうところになりますので、この方が170超えるっていうのが一つの目標だとすれば、できればね、3月生まれがいいなっていうところになってきます。この中で少なくとも何月生まれだとしても左側に大きくシフトしている。思春期の後半だと思うんだけど、そういったところでシフトしているところからすると、おそらくは早熟タイプっていうところを考えると、170に行くのは少し難しいかもしれません。遺伝身長、お父さんの身長だと、お母さんの身長だと、13は2をしても、ね、166.5 というところからしても、やや難しいかもしれません。15歳0ヶ月までですね、身長治療の初診を受け付けておりますので、本気に伸ばしたいですね、ぜひね、身長先生のクリニックの門をどんどん叩いていただくといいんじゃないでしょうか。それでね、4つ目ってことで、思春期来るの早かった人でも、高校でも身長伸びた人いますか？私は小5で毛が生えるくらい早くて、今15歳なので心配ですってことですね。思春期に関して言うと、一番大事な項目になると、思春期が開始する時になりますので、開始時の身長が当然大事になってきます。それに対して、進行度合いっていうのも大事になってきます。通常は、思春期が来るのが早い人は進むのも早いです。遅い人は進むのも遅いです。これが大原則になりますけども、ただし原則に全員が当てはまるわけじゃない。そういった意味で考えてみると、思春期が始まるのは早いけども、ゆっくり進むという人もいらっしゃるので、高校でもね、身長が伸びる方はいらっしゃるというふうな表現でもいいと思います。この方に関してはね、小5で毛が生えるくらいだったってことで、確かにかなり早いなってところなんだけども、15歳の時点でね、3センチ以上伸びているようであれば、超早熟というよりは、これからもまだ少し期待できるんじゃないかなというような時期だと思います。参考になりますでしょう。次、最後ですね、七志くんさんとかですね、片方しかオスグッドの痛みがないんですけど、左右非対称になりますかってことですね。これはどういう意味かな？体全体がって意味かな？膝に関して言うと、頭蓋腱って、頸骨って骨につくところの部分が異常が起きてしまうとオスグッドの表現なんですけど、そこだけを見れば左右差は当然あります。ただ、全体を通して見てみると、ほとんどわからない程度という表現が正しいんじゃないでしょうか。はい、ということで、今日はね、5個の質問に答えていきました。いかがだったでしょうか？皆さんもね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。コメント欄の方からピックアップしていきたいと思います。次はね、50回目ということですね。私もね、気合い入れて、バシバシ行っていきたいと思います。身長美容バイバイ。